はい。皆さん、こんにちは。村長です。音楽スタジオ、そして音楽系の YouTuber をしています。最近はサムネイルにもありますように、チャット GPT にかなりハマっています。ハマっているというか、流行りのように思っているだけじゃなくってですね、やはり音楽を作るということにも案外使えまして、今画面に出ていますように、 コード進行のヒントを得たりとか、まあ僕の方は制作というのも日々あるんですけれども、もうそれにはあまり頭は集中していませんでして、皆さんにより便利な DTM の使い方、そしてこういう AI をどのように音楽制作に取り込むかということに主眼を置いて研究しています。そこで2月1日ぐらいにですね、 オープン AI さんがチャット GPT のプラスというのを発表しまして、そしてその金額がですね、月額2600円程度という情報が出てきております。もう皆さんも使ってる方はいくらぐらいになるんだろうということで、ほとんど情報を得てると思うんですけれども、まあそのようになるようで、そして、 無料というのも継続はすするような噂を聞いていてますでもですね、まあ、月額2,600円というのはちょうどいいところ行ったなという感じですよね。という感じですよね。僕もそれ以上あまり高いとですねどうなのかなとか次はグーグルさんとかもどんどん同じようなものを出してくると思いますので少しは様子見をする予定なんですけれども。 考えてみれば食事をちょっとですね倹約したりとか、えー、僕もタバコもちょっと吸うんですよねそんなに多くはないんですけれどもでも十分この2600円以上に月にはかかっておるわけでそしてまあ携帯はですね一番安いプランの980円プランぐらいにしてますのでこれは是非ともですねするしかないなというふうに 思っているんですけれども皆さんはいかかが思っってらししゃるでしょうかもし僕はこういうふうにしよう私はこんなふうに思っているというのがありましたらコメント欄などにも入れていただいてですね皆さんはどんな立ち振る舞いをするのかなというのを考えたいと思うんですね。もちろん音楽だけではなくってですね イラストを描いいたりしているわけですねステーブルディフュージョンっていうようなイラストを描けるソフトですね。こういう分野ってテキスト to イメージとか言われると思うんですけれどもそういう分野もとっても楽で僕自身も YouTube の中で アフィニティデザイナーというソフトなんかを解説したりもしてましてそれもですね先月でしたか解説してみるとですねもう2万人以上のアクセスをいただいておってですねこういうイラストの世界というのもどんどん変わっていくと思いますねもちろん プロのイラストレーターさんから見たらですねああここはちょっとおかしいなとツッコミどころ満載ではあると思うんですよね。この下の方ちょっと今見えにくいですけれどもヘッドホンなんかでもですねなんかちょっと角度が変な感じしたりとかですねそういうのはあるんですけれども一般の人がちょっとしたフライヤーというんですかねチラシのようなものを作るのにはさほど大きな支障がないわけですね。あとはは、これ ロックバンドのチラシっぽいものを作ってくれというふうにして出てきたものですしこれはですね日本のアニメ漫画のようなものを書いてくれというふうにするだけでこんなイラストを5秒から10秒の間で書いてしまうということですね人間では到底できないような時間でイラストを描いて 先ほども言いましたようにツッコミどころが満載であったとしてもですね僕がイラストを載せるのには全然問題がありませんこういうようなちょっとしたフライヤー的なものですねこのステーブルディフュージョンというふうに書いてますが右の絵はですね東京タワーを眺めながら 似顔江島のの村長、僕のことですね、ラーメンを食べる様子っていうんですがちょっとラーメンは小さい感じがするんですけれどもまあ3次元的なイラストを描いてくださいというふうにすると5秒ぐらいでこんなイラストが描かれました。こういうことをいろいろ考えたらですね月額2,600円というのは有料になったからやめるというんではなくて僕は続けたいと考えています。 この AI という世界は多分聞いてくれてる人もやっぱりリスクの問題をとっても意識すると思うんですがリスクがあるからやらないでいいわけではなくて今皆さんが当たり前にスマホを使っているようにスマホいわゆるネットというのはもうスマホを持った時点からいろんな意味で情報が漏えいしてるというのも ある程度の覚悟が必要だと思うんですね。そういうことを考えた時に僕はやはりこの時代の流れに乗っていこうと考えています。月額2600円出してでもですね、僕はチャット GPT もしくはそれに代わるものですね、ついていこうと考えております。村長スタジオでした。